2006年12月15日、関東最大の組織東城会と消えた100億をめぐる事件から1年、桐生一馬は少女遥と平穏な日々を送っていた。だが、そんな彼らの目の前で東城会会長寺田幸雄が殺害される。堂島の竜と呼ばれた伝説の男は運命の糸に手繰り寄せられるように都政へと戻っていく。1年前の事件により弱体化した東城会を救うべく、桐生は西へと向かう。そこで待っていたのは関西の竜と呼ばれる最強の極道、郷田隆二。東と西の大戦争、その伝説の抗争劇が今蘇る。